今週も無事に撮ることができましたひよこ座ムービーです。いや、私今どこにいるかというと心斎橋にいるんですよ。というのも15日間の甲子園を終えて優勝した大阪桐蔭高校の宿舎に行ってきたんです。そしてインタビューしてきました。選手たち試合の時はすごく険しい顔をしていたんですけれども、やっぱりインタビューの時はもう顔が笑顔になっていて、もう高校生なんだなっていう可愛らしさを感じました。そしてこの高校野球で感じたことなんですけれども、私この高校野球始まる前どうしようってちょっと悩んでたんですよ。高校野球知らないし、ましてや私高校生の友達もいなくて、もうどう接すればいいんだろうというちょっと不安がすごくあったんですけれども、この高校野球毎日毎日インタビューをしたり、まあ OB の方や先生や、保護者の方にお話を聞いていて、もうすごく楽しくて魅力的なイベントなんだなって思いました。そして選手たちもすごく可愛らしくて、もう高校野球の魅力に取りつかれてしまいました。甲子園めちゃくちゃ楽しかったです。そしてこの長いような短いような15日間を終えて、明日から私はまたラジオニュースを読んだりいろいろな仕事をさせていただきます。気持ちを切り替えてこれからも頑張ります。ということで来週もひよこ座ムービーお楽しみに。